Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Papa. Happy birthday to you. ありがとう。いくよいくよ。いやいやちょっと待って待って。これちょっとろうそく多すぎじゃない？パパがさ、こんなに立てたいって言ったんじゃん。はい、そうなんです。合計20個。これだけろうそくあると暖かかったね。めっちゃ暖かかった。ねえ。ありがとう、二人にね、祝ってもらえて嬉しいです。けどね、パパ一つ年取っちゃったよ。けどね、最近なんか年のせいかさ、あんまり夜眠れないんだよね。寝ても疲れが取れないっていうの。そうそうそうあんまり疲れが取れてない気がするんだよね。疲れが取れてないもんね。そう何そんなパパにいいものがあるんだよ。あったよね。え、いいものって何？あれだよ、あれ私とおうくんが頑張ってお年玉とかお小遣いとかを貯めてパパにプレゼントを買ったんだよ。そうだよ。マジ？そう優しい子じゃん。向こうに準備してあるから見に行こう。本当に？お姉ちゃんとあおくんがお年玉とお小遣い食べて買ってくれたの？そう。ありがとうね。もう行くよ。うん、行こう行こう。よしよしよし。こっちこっち。なんでこれ？じゃあめちゃくちゃ大きいじゃん。コアラの絵が描いてあるよ。そうだよ。何これ？開けてからのお楽しみだよ。開けてからのお楽しみ？え、もう開けていいの？開けていいよ。よし、じゃあ早速開けるよ。はい。何？こんなに大きいもの2人とも。これはパパの疲れが取れるものだよ。本当？ありがとう。じゃあ通すよ。開封していくよ。大きいよ、ほら。でかいよ。はい、それではオープンしますよ。はい。なんだ？オープン？一緒に寝れて嬉しいよ。これもあれじゃない？コアラ一緒に寝て。あ、やっぱりそうだ。コアラマットレスじゃん。あ、知ってたの？うん。知ってるの？パパめっちゃ欲しかったのこれ。あ、やった。ちょうどよかった。コアラマットレス。はいはい。じゃあパパ開けて。やった、めっちゃ嬉しい。よかった。開けていきますよ。うん。じゃあコロコロコロっていくよ。どうぞ。すごいめちゃくちゃ大きいんじゃないこれ。めっちゃ大きいよ。いい、いくよいくよ。なんか動いてる。あ、すごい。うわ、動いてるよ。うわすっごいふわーっとね膨らんだ。すごいどんどん膨らんでいるよ。やばっ。うわ、すっごい。すごい、パパね、これ欲しかったの。やった。ありがとう、二人とも。こんなに膨らんだよ。すごい高さ。気持ちいいね。なんか、マシュマロみたい。ふわふわ。大きなスクワ。めっちゃ厚みあるじゃん。じゃあちょっとこれ横になっていい？私。どうぞ。いい？どうぞ。それではパパとおうくんプロントしてください。はーい。いくよいくよ。せーの。お。めっちゃ気持ちいいこれ。本当？めっちゃ気持ちいい。やばいこれ気持ちいい。本当にいいな、ひめちゃんくんこれ。これパパへのプレゼント。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、これめちゃくちゃ寝やすいよ。あ、気持ちいい。やっぱこのまま寝ちゃわないでよ。ちょっとパパ、ちょっと、気持ちよすぎて寝そうだった。どうこれで？すごい。仕事も疲か取れそう。うん、取れそう。これおーよかった。めちゃくちゃ気持ちいいねこれ。ほんとこのマットですね、3層構造になってるんだよ。うん、それって日本人の好みの硬さになってるんだよ。あ、そうなんだ。そう。あー、今日からこれで寝るの楽しみだな。よかった。うん。それとね、パパ、見てて。うん、よいしょ。え、ちょっとじゃーん。何が起きた？倒れないよ。そうだよ。絶対こぼれたと思った。ほら、すごいでしょ。こぼれなかったんだよ。すごい。あとね、うん、ちょっとやばいやばい。あ、ジャンプ。なんでジャンプしても倒れないんだよ。すごいね。うん、びっくりした。今絶対壊したと思っちゃったよ。だからパパが寝返りを打ってもオン君は気がつかずぐっすり眠ることができるんだよ。ああ、そういうことか。うん、パパが動いてオン君までこう動いちゃうもんね。ワン君はなっちゃうもんね。すごいでしょ。うん、ちょっとパパもやってみていい？うん、オッケー。けどパパだったらグワングワンになるでしょ。じゃあ置いとくよ。うん、いくよせーの、よいしょ。おお、こぼれない。あんくんもジャンプした。ちょっとあんくんジャンプした。お、倒れない。もう少し前来てみて。ジャンプ。うわ倒れない。すっごいね。おうくんがベッドでジャンプしたらもうこっちまでワンワンになっちゃうもんね。確かに。うん。コアラマットです。すごいでしょ。うん。言ってくれた？うん。よかった。ああ、寝るのが楽しみ。ちょっとあなたたち横に寄りなさいよ。よし。ちょっとダイブしていい？いいよ。パパがこのマットレスにダイブしたら、おうくんは振動が来るのでしょうか？はい、それではあたす重量級いきやす。はい。誰がでもやね。いきますよ。せーの。おいしょ。あれ？全然揺れない。あれ？揺れてなかった。ちょっとおかしい。いくぞ。せーの。ういよ。全然揺れない。すごい。ちょっとひめちゃんと二人でやったらおうくんってなるんじゃない？って。なんか。ダブル。では、私とパパが2人で同時にこのマットレスの上に乗ったらおうくんに振動が来るのでしょうか？では、いきますよ。せーの、よいしょ。来た？全然揺れない。せーの、よいしょ。全然揺れない。すごい、2人で乗ってるのに。すごいね。けどさ、ひめちゃん、こう揺れないのは分かったんだけど、ね、こうやってずっと寝てたりするとこうへこんだりするじゃん。その場合どうなるんでしょうか？大丈夫。 2.5cm 以上のへたりとかへこみとかができた場合は無料で交換してくれるんだよ。しかも10年保証だよ。10年？そう。マットレスでは珍しくない？だったらパパもっと太っても大丈夫ってこと？そうだね。いや、違う。マットレスでは非常に珍しい10年長期保証なんだね。そうだよ。なんかおうくん、この上にね座ってると眠くなってくるね。じゃあさ、お昼寝していいよ。いい？じゃあ寝ますよ。どうぞ。ちょっとお昼寝するね。よし。どう、寝心地いい？めちゃくちゃいい。あー、気持ちいいね、おうくん。2人ともお休み。ちょっと、おうくんも寝ちゃったんじゃない？おうくん。あー、振動がしない。おうくん、振動しない。おうくん、振動しなかったよ。おうくん、ほとんど揺れないね。おうくん寝ちゃってるじゃん。マジか。早っ。おうくん、それだけ気持ちよかった。よし、じゃあ僕も寝ます。おやすみなさい。おやすみ。ねた。奥。ちょっとお昼寝しちゃったね。よいしょ。ああ、気持ちいいね。ああ、体軽い。体が痛くない。めっちゃ軽いねえ。やったー。このマットで寝るの楽しみ。えっ、パパと奥起きた？起きてるよ。どう？よく眠れた？めちゃくちゃ気持ちいい。ああ、よかったじゃん。体もね、痛くないし、すっごい体に合ってるって感じ。姫ちゃん、おうくん、ありがとうね。どういたしまして。本当にありがとう。これから寝るのが楽しみになりました。これね、今ね、このマットレスを広げた状態で、ね、寝てしまったんだけど、ベッドフレームとマットレス、あとベッドシーツ、あとね、枕とかも置いてね、夜寝ましょう。はい、めちゃくちゃ気持ちいいです。今日はパパにコアラマットレスをプレゼントしました。ありがとう。2人ともお誕生日おめでとう。ありがとう。ほんとこのベッドね、寝心地いいので、ぜひぜひ皆さんも試されてください。はい、またねー。バイバイ。